はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。今回はですね、こちら、またまた Amazon さんの方で、今度は Bluetooth のアダプターの方を購入させていただきましたので、開封してみたいと思います。そうですね、前回購入したあの HDMI ケーブルと USB2.0 のケーブルなんですけど、それと一緒に購入したんですけど、発送の方が、先に USB ケーブルと HDMI ケーブルの方だけして、で、後から Bluetooth の方を、発送するというメールがあったんですけど、結局発送したのが1日違いなんですよね。で、また別々でこういうふうに、荷物が届くということは、まあ、すごい無駄じゃないのかなと思うんですけど、アマゾンさん。別々の梱包でですね。あの、FFP でしたっけ？パッケージ。環境に優しいパッケージの方になっておりますというふうな記載があるんですけど、まあ、1日違いでね、送ってくるというのは、そっちの方がかえって環境に優しくないとは思うんですけど、まあ、どうでしょうね。で、商品がこちらになりますね。こんな小さい Bluetooth のアダプターですね。今回購入させていただいたわけはですね、パソコンの方を新しく購入したんで、富士通の FMV23 インチのデスクトップ、Windows 7のやつを購入したんですけど、ちょっとそちらの方の開封動画はちょっときついと思うんで撮れないと思いますんで、また機会があれば紹介したいと思うんですけど、それ用の、Bluetooth のアダプターですね。今現在使っている FMV ビブロのノートパソコンの方は以前動画上げておりますが、 Bluetooth のアダプターがもうすでについているんで、プリンターですね、プリンターと接続、Bluetooth で接続して、ワイヤレスで、印刷ができるようになっております。はい、そうですね。商品の中は、まあ、こんな感じですね。ユーティリティのインストールについてとか、で、こちらがユーティリティのディスクになりますね。はい、以上、すっきりしたパッケージですね。まあ、こんな感じで入っておりまして、まあ、段ボール箱ですね。これはまあ、大変環境に優しいですね。はい。そうですね。で、パッケージの方注意していただきたいのが、こちらにバーコードありまして、こちらに名前が書いてありますね。今、親指で隠している場所に名前が書いてありますんで、そうですね。こちらの、住所とは別に名前が書いてありますので、開封動画撮られる方おりましたら注意していただきたいと思います。こちら、amazon.co.jp と、なっております。それでは、適当な動画になりましたが、失礼させていただきたいと思います。